これ私もねとっても興味があったんですけれども、もし俳優をやっていなかったらどんな大人になっていたでしょうかという質問でございます。ではお二人の答え見てみましょう。どうぞ。はい、久保田さん整備士。はい、はい、整備士。車、そうですね、乗り物はすごく好きで、兄がいるんですけれども、兄の影響だったり、ガソリンスタンドで昔バイトをしていたりして、結構人見知りなあれでして人に関わらない仕事をしたいなって正直思っていたのが最初あったんですね。機械だったりとすごく触れ合っていたいなとか、でもすごくこの仕事をいただいてこんなにたくさんの方と出会える機会だったりっていうのをいただいて、すごく自分の人生が変わりました。おー、なるほど、ありがとうございます。では野村さん、レーサー。そうですね、僕も車とかバイクが好き でそういうレースに出たいと昔からずっと思ってたんですよ。なんでやっぱりそういうプロのレーサーになりたいですね、やっぱそういうので大会に出るときに整備士として久保田君ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あんまり人の目にはつかないところでやりますんで、端っこの方で頑張ります。よろしくお願いします。なんかね、お二人でいい協力関係ができたような感じですけれども、竹野内さんいかがですか。お二人がもし俳優さんじゃなかったらということで今お聞きしたんですけれども、ちょっと意外な答え出てきましたよね。そうですね、でも実は私もすごくこう乗り物はもう、大好き で本当にレースとかも好きですし、いやなんか意外だったなと思って。お、じゃあお三方ね、そういったところで共通の趣味といいますか、そうです ね好きなことが被っているとっぽいですよね彼らはね。なんかね、ちょっとこうなんていうのかな、最近あまりこう嬉しいですよこういうことを聞くと、車とかその乗り物にすごくこう興味があるっていう、やっぱなかなかそういうこうとっぽいって今言わないのかな言わないなでもなんかそういうやっぱりこう若い子たちって今なかなかいないんじゃないのかなって、なんかゲームにハマったりとか、まあ、それはそれでいい楽しみはいろいろありますけど、意外だなと思って今、ね、嬉しいですね。男の子の夢っていう感じがします ね、はい、ありがとうございます。さあということで、なかなかお聞きできなかったような話も今回、お聞きすることができましたが、まだまだお話をお伺いしたいところなんですが、そろそろお時間迫ってまいりましたので、最後に全国の若い世代の皆様へメッセージをお願いしたいと思います。それではまずは野村さんお願いします。はい、やっぱりまあ、そんなにすぐに大人になれるものではないので、やっぱり今はいろんなことを見ていろんな経験をして、そしてやっぱり、まあ、大人をゲートを通るにもまだまだ通れない方がいっぱいいると思うんで、いろんなことを身につけてかっこいい大人になって、ぜひ大人ゲートをくくりに来てくださいっていう感じですかね。ありがとうございます。では続いて久保田さんお願いします。そうですね、やっぱりその年に生まれて先輩がずっと生まれた時からいて、後輩っていうものが少しずつ出てきて、成人を迎えて一人の大人として認められていくと思うんですけれども、それでもやっぱ自分のペースを崩さずにその人のペース配分でいいと思うし、そんな中ですごくスーツだったり髪もバッチリと決めてやらせていただいているんですけれども、なんかこうウーノというすごく背中を押してくれるアイテムだったり、本当に勇気をもらえるものなので、なんか自分らしく前を向いて後悔ないようにやっぱり進んでいっていただけたら一番いいと思います。ありがとうございます。では最後に竹野内さんお願いします。そうですね、本当に、今回、大きなこのリニューアルを果たしたUNOは
これから大人になろうとしているその若い方々のですね、大人への進化を少しでもサポートできる、ブランドになれればと、思っております。時期的にも、新たなステージに進む方々が、多いと思うんですけれども、今までやってきたことに自信を持って、ぜひですね、自分なりのスタイルを見つけて自分なりのペースで、焦らずに頑張って UNO を使って、やっていっていただけたらと思います。本日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。改めまして資生堂ウーの新 CM にご出演いただきました竹野内豊さん、久保田正孝さん、野村周平さんでした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。